皆さんこんにちは、 YMO ストリートです。今回は秋葉原の虎の穴セカンドというお店で購入しました福袋を開封して紹介していきたいと思います。今回購入したのはこちらの1000円の福袋、2つになってます。中に入っているのはもうお店で書かれてたんですけども、ファミコンソフトが5本、こちらの方にそれぞれ5本ずつ入っているというふうに書かれていました。1本200円のソフトが5本分入っているというふうな計算になるかと思います。今回2つ購入しましたので、それぞれどういった商品が入っていたのかということを順番にご紹介していきたいと思います。ではまずはじめにこちらから開けていきたいと思います。まず最初にこちらですね、こちらから開けていきます。じゃじゃん、はい、 ST ガンダム外伝ナイトガンダム、物語ですかね、が入っていました。こちらはバンダイのね、ソフトですね。これね、私ちょっとやったことがないのでどんなゲームかわかんないんですけど、おそらく RPG じゃないかなと思います。こちらがまず1本目に入っていました。続きまして2つ目を開けます。はい、2本目がこちら、頑張れゴエモンからくり道中ですね。はい、こちらはまあコナミの有名なゲームになってます。このゲームはね、私も小学生ぐらいの頃によく遊んだゲームです。非常に面白かったなっていう印象があります。これが2つ目です。はい、続きまして3つ目開けます。じゃん、スペースインベーダーですね。これ台東のゲームですね。1985年に発売された台東の一番最初のゲームソフトですね。はい、まあ、今でもスペースインベーダーね、好きな人もいるので、まあ、これはいいんじゃないかなというふうに思います。続きまして4つ目がじゃん、お、ファミリーテニスですね。ナムコのゲームですね。はい、これはね、本当にやったことありますけど面白かったなっていう印象があります。最後こちら白いパッケージでしたけど開けてみます。じゃん、来ましたね、チャンピオンシップロードランナーが入ってました。はい、ロードハドソンのソフトですね。ロードランナーではなくてチャンピオンシップロードランナーって言ったところが渋いなって感じがします。ソフトの部分がだいぶ黄色くなってますけども、まあ名前とかも書かれてないのでいいんじゃないかなというふうに思います。こちらが入ってました。1つ目の開封動画はこちらのソフトが、5本分入ってたという感じになります。で続きましてもう一つ開けていきたいと思います。今度こちらですね。はい、じゃあまず上から順番に開けていきます。最初の1本目はこちらです。はい、プーヤンですね。これは本当にコナミの初期のソフトですね。はい、豚さんがね、ゴンドラに乗って上下にこう動きながら矢を放って、狼をやっつけていくというゲームになっています。はい、これが1本目です。はい、続きましてこちらですね。なんだこれ、はい、台東ですね。台東の不動明王伝ですね。はい、昔台東で発売されたね、影の伝説にちょっと似てるようなアクションゲームになってますね。ジャンプするとすごい遠くまでジャンプできるようなゲームになってましたけど、確かそれの、ゲームソフトじゃないかなというふうに思っています。はい、これは2本目です。はい、3本目いきます。3本目はこちらですね。はい、ポケットザウルス獣王拳の謎ということで、これはね、私小学生の頃やりました。非常に難しくて、クリアすることができなかったゲームです。はい、バンダイのゲームって昔本当どんだけ難しいんだよっていう感じでしたけどね、ゲームバランスが本当にめちゃくちゃだったような記憶があります。はい、続きまして4本目がこちらですね。北斗の拳4、はあ、これはちょっとやったことがないですね。東映アニメーションのゲームですね。はい、これファミコンも北斗の拳は1だけ、初代のやつだけ1回少しだけやったことがありますけど、4は全くやったことがないのでどんなゲームかさっぱり分かりませんが、はい、こんなゲームになっています。はい、はい、最後は緑色のパッケージですね。どんなのが出てくるかというと、お、裏が何も書かれてない。こちら、ひょっこりひょうたん島、
って書かれています。これはやったことがないですね。どこのゲームだ、豊かって書いてありますね。全くやったことがないので分かんないですけども、1992年、かなりファミリーコンピューターとしては後期のゲームですね。はい、この頃にはもうかなりね、この後の次世代のゲーム機とかも出てたと思うので、1992年ですから本当にファミコンの一番、まあ、最後の時期に近いぐらいのゲームソフトじゃないかなと思います。どんなゲームか全くちょっと想像がつかないんですけども、はい、ということで、はい、まあ、今回、まあ、2つ開封動画を紹介させていただきましたけども、2つ開けてみてね、まあ、びっくりしたのが、まあ、1つも被りがないというところですね。昔懐かしいゲームとか、まあ、メジャーなゲームとかね、まあ、この辺のところとかは結構ヒットしたんじゃないかと思いますけどね、まあ、ちょっと微妙な感じのゲーム何個かあるかなって感じでしたけども、5本ねセットで、1000円ということであれば、まあなかなかお買い得だったのではないかなというふうに思います。ということでね、今回は虎の穴で購入した福袋を開封してみました。この動画をご覧になって続きが気になる、まあ、続きは見たいという方がもしいらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンやチャンネル登録をしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。ありがとうございました。